いい経験になりました。そのエテリーコーチっていう人柄もとても厳しい方と聞いていて、すごく厳しい方ではあったんですけど、厳しい中に優しさっていうのも最後の方では感じることができ、お互いに人間性が分かった上で合宿を終えることができたんじゃないかなと思います。そうですね、まず海外に拠点を置こうっていうのもまだちゃんとは決まっていなくて、日本よりは海外の方が視線が厚いのかなと思いつつも、なかなか早く見つけようとも思っていなく、なかなか見つかるものでもないかなと思っているので、今シーズンはそのメインコーチとなるもところを合わせて決めるつもりはないので、おそらくですけど僕一人で今シーズンやっていくんじゃないかなと思います。自分のスケートっていうのを見つけたいというか探したいなと思っています。振り付けには今年は自分一人で先生なしで行ってきて、そうですね、プログラムを作るっていうところでは完全に一人で初めてやったので、いろんな経験ができましたし、それをまた
浜田先生と日本で整理してシーズンに向けて練習できたらと思ってます。どういうことを自分がしたいのかっていうのを考えるいいチャンスになったので、それはすごく良かったです。プログラムに慣れるのに必死で、すごいなんか追い込まれてる状態です。テーマは去年はまあしっとり大人っぽくだったので、キレよくかっこよくで。この合宿に入ってこのピリピリ感というかで、ちょっと自分の気も引き締まって少し調子上がってきたかなっていうふうに思ってます。正直私は他の選手と比べてまだ足りない部分がたくさんあって、まだまだ全然自分のレベルって低いんだなっていうことを感じて、少しちょっと、なんて言うんだろうな、ちょっと落ち込んでしまったんですけれども、まあ、いい風に捉えればまだまだもっと伸びるっていう風に思うので、しっかり自分の自信の持てるところには自信持って、やらなきゃいけないことはもっと練習してっていう風にやっていこうと思ってます。まあ、フリーは自分の中で結構今までで一番きついような構成でチャレンジしているので、まあ、その構成を持って攻めていけるような気持ちを作ったまま試合に臨みたいと思います。まあ、感じていることといえば、もうなんていうんですかね、もう全部技術面でもメンタル面でもすごく支えになってますし、特にメンタル面では他の人が例えばジャンプを、まあ、4回転ジャンプを何本も飛んでいたら僕もやってやるぞというふうに対抗する心も芽生えますし、すごく本当に体を疲れていても心の方がすごい充実しているなというふうに思います。まあ、今は不安とか楽しみとかを考える暇もなく、とにかく日々を過ごしている感じですね。